では先行いきましょう。さて、はい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 、戦色変わるこれはね、もうゲーマーみたいな感じだから、並べて殴るだけ。じゃあ、いきます。チャージ、ハンドドロー、お、動けそうだ。コール、あ、すげー効果、遠流バーンの効果により、手札に、はい、バーンボードドラゴンのサイズ2を手札に加えます。俺さ、これさ、はい、並べていいのかなっていう不安があるの。並べるとこうこいつは自分の単中って書いてある、逆転は。自分の単中のみです。なるほど、はい、つまりターン返さずで殴り切ればいい、まあ、そういうことですかね。じゃあこのバンボンドラゴンのコストに今加えたサイズ2モンスターをこのカード手札に戻して考慮いたします。この際ゲージ1を払います。はい、はい、よいしょ。そしてですね、この後ですね、こいつをコールしておきますね。なるほど。ただ呼ぶ効果は単一しか使えないです。あ、使えないの、なんかもったいない気がする、はい、なのでまあいいんです。じゃあいきます。じゃあアタック入ります。まあ2点の方ですね。2点いきます。じゃあ2点でアタックです。いや、こいつはやられても戻ってくんだっけ。そうです、こいつらは場で破壊されると単子に戻ってきます。くそー、はい、どうぞじゃあ俺もセンターセンターつって実戦貫くことを考えてもいい。そうですね、まあこいつら移動モンスターなんですけど、はい、あ、そうか、移動も持ってんのか。はい、移動もです。でもね、俺、あ、ちょっと待って、ハンド強いと思ったら俺6枚引いた。あ、なるほど、そう、確かに強い。ちょっとここ、ここだけあれなんですかね。ちょっとだけちょっと、はい、あの混ぜて、カオスで6枚スタートそれは強いな、それは強いじゃん、それは負けるわけがない。結局、リンクが欲しいんだよ。これで、どんだけカオス回してないんだよ。はいはい、ええ、はいはいはい、ええ、はい、事故ってる風です。で、ドローしますね。ドローですね、はい、はい、ドロー。じゃあレベル5以外の技術殴れるんだろう。なるほど、これはね、これはね、はい、これはこうですね、チャージ&ドローですね、はいはい、あ、なるほど、強い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 、うんと、うんと、攻撃力変わってんのか、まず殴られるのか。うーん、どうしたらいいよ、でもないんだもん。コールで、コール、はい、オッケーです。売ってたら、売ってないんだよ。そう、売ってないんだよ。で、コール、はい。これは7、多すぎやん、かわいいな、これは。あ、ちょっと待って、コール、コール。こっちにしますか、オッケーです。こいつ真ん中なら強くない？なるほど。多分。はい。まあ、でもいいか、これでいいのか。まあ、そうです、いいです、いいです。テリトリー持ってる。はい、大丈夫です。全然慣れてないんで、3ゲージ。了解です。ここで3ゲージを払ってしまう。はい、はい、オッケーです。いや、分かってないんだよ。で、これ引きたいからさ。なるほど。なんとしても。で、2、3枚引いて、1枚捨てると、はい、やっぱダリルベルクが欲しいよね。そうですね、ベルクが急がれますね。はい、1枚捨てる。ダイナミスト、もともと、あれ、すごいできてないの。なるほど、うん、重いやつは捨ててこう、はい、しょうがないから、うん、で、今何枚。あ、全然です ね、 そうですね、まだこれからですね。コール、はい、で、アタックフェイズという悲しい結末ですね。そうですね、どうしようかな、その程度ですよ。どうしようかな、これちょっといくつか迷いますね。1、2、3、4、5、断撃はなし、貫通も特にいませんな。3枚戻すと耐えれる、うん、そうですね、特に貫通もいないか、うん、じゃあまあ、OK です。じゃあ、一緒に移動します。どうする、はい、ダンやられます。はい、2点、さて、ここで考えましょう。復活するって言われてるからね。そうですね、さて、これも考えましょう。手札が2枚、ゲージが0、はい、じゃあ、そんなに大したことないでしょ。ラブボイス、手札1枚寄せて、はい、打撃力全部1下げます。手だけで結構です。なるほど、今は、はい、じゃあ1点もらいます。1、これ2回攻撃です。あ、そうか、もう1回、はい、で、7ですね、はい、じゃあ、ターン終了時やられた、バンドラゴンを放り出します。なるほど、工事効果、デッキから遠、はい、流カード1枚寄せて手札からとか書いてないの。ないです。遠流カード1枚寄せて加えます。はいはいはい、はい、あれ、はい、もう死んだかも。はい、どうぞ。すごいな、死んだくせえぞ。まあ、かもしれないですね。はい、じゃあ、いきます。じゃあ、ドローします、ドロー。どうしようかな、これ、うん、こっちかな、チャージ、うん、ドローします。うん、じゃあ、バディコールですね、うんうん、バディコール。で、このチャードルがあるから。そうですね、バディコール。じゃあ、サイズにモンスターを行った手札に戻して2ゲージ払ってコールいたします。はい、この際、サイズ超過でこれがドロップに行きます。はい、まだ現状でも、たったの5点ですよ。そうですね。どうせならここは設置して8点まで行った方が、まあ、そうしたいんですけど、まあ、しょうがないですね。うん、ただ、この攻撃が耐えられたらの話なんです。そうですよね。アタックに入ります。はい。はい、バーンボンドラゴン、対象、デストリカ。あ、ここは、はい、貫通3点。あ、貫通だっけ？貫通モンスターです。そっか。はい、
あ、じゃあこれ残してもそんなしょうが意味ないな。残してもまあまあまあていうかやるだけってことですね。ちょっと逆転殺のダメージを軽減しようかな。1、2、3、はい、2回攻撃、3点貫通ですね。ああ、3、はい、じゃあチャージアンドロー、はい、ダメージを受けないみたいなカードないかな、はい、じゃあ逆転使いたいです、はい、自分のもの、全フィード上のカードを破壊して、はい、破壊した枚数分ダメージを与えます。終わるときは回ると強いの。そうですね。まあいるかどうかなんですよ。そうだね。そうです。で、そのいるかどうかが限らないので天国に守りを任せたんですね。なるほどね。そうこうしているうちに大体いつもサイズ1来てくれるんです。本当だ。はい。あの結局打撃がそんなに高くないんで、あのカオスも唯一高いのがコンプリートの打撃力4点ぐらいですから、あれさえなんとかしてれば多分大丈夫。あー、なるほどね。で、そうですね。しかも貫通がないんですよ、あんまり。カオスってないね、はい、あまり貫通モンスターっていなくて、うん、なのでその分楽です。忍者もね、だいぶまあ頑張れるようにはなってるんだけど、うん、まあ無理っすね基本、うん、忍者もそうですね、まあ次でも新しいあのカオスの忍法は結構強い。そうですね。じゃあグーじゃんけんぽい。では先行か、後攻、うん、さあさあ事故ってくれ。おっと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 、これは何とも言えない状況ですね。しょうがないな。さあ事故るんだ。チャージエドロー。いやー、わかんないっすね。これは事故ったか事故ってないか微妙なところです。ちょっと待って、これデュランダル装備すれば、はい、逆転ダメージは防げるな。そうですね、はい、破壊は大丈夫です、うん、コール、はい、遠流バーン。なるほど。できたら、もうどうかな。ここはですね、あのもうサイズ2からでよかろうって、はい、お、1握っちゃってるパターンかな。これでいいかな。ここからそういう推理、はい、推理が始まるわけです、うん、でですね、はい、この後もう出しちゃっていいの、はい、戻してコールします。ゲージ1で。あ、そっか、戻してコールだ、はい、そうですね、戻してコールですね。そっか、それ強いな。で、陣内騎士団機装備。なるほど、はい、上でアトラクト2枚か、きついな。さらにですね、天竜氏ね、ちょっとゲージ1払って、うん、ドロップのカード3枚を山の下に戻してライフ1払いますね、はい、はい、で、2ドローします。はい、2ドロー。よし、ちょっとこれなんか変わって、あー、どうよ、変わりそうだったんですけど、変わらないかな。ぶち抜いてやるぞ。いやー、困ったなー。困ったな、どうしようかな、これ。でも、コール、うん、コールない、はい、ナイス。はい、アタックに入りたいっていうしかないですね。はい、陣内騎士団機でアタック2点ですね。もうもらってやろう。終了です、どうぞ。ドロー。さて、ここが生き残れるかどうかの瀬戸際だな。チャージャンド、ドロー。生き残れるのかな。いや、これはね、スルトクロスソード効果です。サベージ。サベージです。さて、ここまでは順当。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 さて、剣石。剣石。効果発動。グレートボール、ワンドロー。ドロー。さて、強い。最高の流れが始まった。チャージャンのドロー。さて、まずいやつが来てしまった。サベージ逆転策。了解です。あれは拾えばよいと。拾えばいい。さて、拾えばいい宣言してしまった。ああ。何がいいんだろうな。困ったね。なんか手札に戻すみたいな武器ないのかな。まあいや、ライフ伸ばした方がいいんじゃない。それがあったら採用したいレベルですけどね。じゃあコストライフ1と、はい、こいつのコストは2ゲージ、はい、うん、じゃあアタックフェーズ、サベージ効果、まあこれゲージ1、ライフ1か。そうですね。ライフが減ってくな。そうですね。この辺はどう見るかですけどね。そうですね。まあ、移動はしますね。さて、移動はするんですが、さて、このタイミングでどう移動するかですね。遠流バーン、いやー、バーンボンドドラゴンがバカラ毒意味がわからない。だって意味ないですからね。だったらまだ遠流バーンがどいてくれた方がありがたいので、だったら遠流バーンセンター、バーンボンドラゴン。ライトからレフト、一応これで4000上がって守備力が6000になりましたよっていうところで構えてみましょうか。なるほど、はい、でもこれは倒してプラスのライフ2が欲しいかな。そうですね、倒させない宣言ですね。なるほど、つこれで
ゲージ1、あ、ライフ2、ゲージ1ですね。はい、違ったのがやる順番ってことはな。はい、くそおびき寄せていました。ほら、はい、1、2、なるほど、はい、2点、1、2、2点、1、2と、はい、さあ、エンドですね。了解です。じゃあ戻って、じゃあ戻って、あ、エンドの前にこれいい、あ、でもそれ使ってますよ、困ったら。あ、使ってるわ。するとクロスのワンドロで、はい、そうだ。じゃあバーンの効果により、プレミするとこだった。とはいえな、あれが装備されてるから、さあ、ライフ欲しかった、ライフ欲しかった。いやどうしよう、ぶっ破する意味がないんだよな。ぶっ破しても誰も飛ばないんだよな、あれ。そうだね、一応これがあるからね。そうっすね。いや、それきついな。そこですよ、そこなんです。どうぞ。はい、ぶっ破しても誰も飛ばないんだよ。しかも俺、支払うゲージを間違ってることに気づいたよ、今。違ったー、何してるー。そうそう、じゃあ私のターンいきます。はい、スタンド、ドロー。ちゃんと考えないとな。ですね、これどうしようかな。 DS で間違えるのはまだしも、まあまあまあ、そうっすね。いやー、これなー、どうしよう。どっかで、どっかを間違えるとかなりやばいぞ。うん、でもこれはそっか、難しいな。結構難しいっすね。これを使うタイミングも難しいですね。そうですね。逆転で対抗できないから。そうですね。アンフォードブレイドウォールがどこでどう使う。ただ逆転のダメージは通らないんだ。だからそこで使う必要はないんだ。通らないですね、確かに。こいつがあるから破壊されません。これ全部英雄だから。この設置すら英雄だからね。そうですね。チャージ。ドロー。とは言っても自分の盤面飛ばすからな。ですね。さて、ですね、ではここでまたちょっといろいろと試行錯誤してみましょう。さてと、じゃあこれを悩ま、ちょっと悩んでいただきましょうか。うん、チェスブレイク、戻したいんですけど。あ、ちょっと悩んでいただきましょう。ここで剣食べるのかどうかですよ。いや、ドローするから ダメージ減らすかどうか。そうですね、はい、そういうことです。これが飛ぶことが確定してるから。はい。まあ、それでも剣が減ります。これだよね。まあ、そうですね。まあ、いや、使うよ、はい、どっちかだ。了解です。ダメージを減らす。減らす、はい。ドローじゃない方にしよろしいですか。はい、じゃあ、はい、消えました、はい。はい。次のダメージが減ります。はい、消えました。で、これは、ですね。はい。そしたら1点って言いそうだな。まあ、そうですね。このままそういうこと言いそうですね。うん、ただ、3に乗るんだったら、乗らないんだったらそれはそれで。そうなんですよ。さて、ちょっとここでまた考えどころなんですよね。何をしようかな。ではですね。ガシガシ行きますか、どんどんと。では許しのもうフォーギブンセット、フォーギブンの効果、ドロップのカード3枚をデッキの下に戻してライフ1点回復させておきますね、うん、はい、いや、まあ、必殺技さえ引けばね。で、ここでヘブンズギフトを打ちます、はい、ドロップを全部デッキに戻してワンドローする効果を選択します、うん、と言ってもないんで、うん、ただ単にシャッフルが起きます。なるほど。シャッフル戻さないと戻したならうな、そうですね、はい、でドロップのカードを0枚も、あ、全部戻します、うん、ない場合はそれでいいです、はい、で、これでカットをお願いして、はいはい、でその後私ワンドローします。はい、ワンドローし、その後、このカードをゲージに置きますね。はい。さてと。ほい、じゃあ、まあ、いろいろといきますか。じゃあ、場のサイズにモンスターを手札に戻して、バーンボンドドラゴンをサイズ超過でコール。出たよ。消えました。うん、はい。で、うん、伯爵、アタックに入りたいです。OK。伯爵、ごめんなさい。コールするとここですね、一応。うん、はい、で、ここで移動しておきます。なるほど、はい、全部の方を上げておきますね、一応。一応ね。はい。はい、あ、で、これはもうデッキの下です、ね。これは下なんだ。そうですね、デッキの下ですね、うん。で、アタック入ります。1点。で、これがなくなります。はい、なくなりました。はい。はい、2点。2点はもらうか。はい。うん、3点。ちょっと待って、現状4ダメージもうかく。あ、そうですね。失礼しました。なので、ここで逆転できます。そうか。ちょっと待って、はい、この2を考えなきゃいけない、ね。そうですね。はい。そうすると、この2受けたらもう、うん、はい、そういう点で、はい。了解して。いや、俺支払うゲージ間違ったんだって、マジで。マジで間違った。まあまあ、そうですね。消えました。3点って言いますね。うん、はい。了解です。で、はい。はい。2回攻撃ですね。3点。うん、あ、受けた。じゃあ逆転っす。ちょっと待って、これ、致傷だったんだよ。間違ってんだよって。いや、ダメですよ、それ。だから安心してチャージしたの。そうそう、あ、これがあるから大丈夫だった。そしたら、支払ってねって。
DS とかだとよくやるんですね。そうですね、そう DS、まあまあまあ綺麗にもあったんで。そうですね、そう最悪も自分の顔だけでいいやっていう感じでダメージはもう、そうそうね、はい、うん、はい、今回は遠流バーン 3DS の新主人公のデッキね。まあ実はこの方以外にもドラゴンアインで回すっていうね、ちょっと尖った構成もあるんだけど、今回は割と丸めたというかね、攻守に優れた構成、天国モンスターを入れたりしてる構成のバーンデッキ、では解説、マナさんお願いします、はい、ですね、はい、では、今回はね、今お話にありましたけども、遠流バーンを使うにあたって、天国モンスターとね、絡めるという構成で今回作ってみた形です。はい、で、まあ、主役となるこの辺の遠流バーンなんですけども、うん、まあ、これがね、まあ、全てはここからスタートするので、うん、まあ、これがないとまずそう、はい、それを引かないと引かないとしょうがないですね、まずね、うん、なので、まあ、これがね、もうとにかく4枚、ね、まずこう鉄板で入れてるってところなんですが、ただですね、その他の、遠流モンスターはですね、まあ、これがデッキから遠流を手札に加えるという能力があるので、うん、基本そんなに枚数積まなくても来ると、うんうん、でも通常の、ドラゴンワードというか、まあ、デッキで回してるとですね、この辺がやっぱり初期ゲージで落下したりとか、うん、あのドロップでどんどんやってるうちにこう落っこっちゃったりとかってことが、うん、まあ、まあまああります、うん、なんですが天国を主体にして組み立てることによって、うん、まあ、仮にゲージに行ったりとかドロップに行っちゃってもですね、うん、それを確認次第、デッキに戻して構えることができるので、うん、そうだね、はい、なので、デッキにある状態を作れるんだよな、落ちても。そうですね、うん、なので、必要枚数以上入れなくていいだろうっていうのが、私の結論です。なるほど、はい、なんかポケモンみたいなところね、進化系みたいな。なんかそうですね、そういう構築みたいな。で、はい、それを管理した上で、バーンボンドドラゴンなんですが、これが2枚です。サイズ2が2枚、サイズ3は1枚です。はい、で、サイズ2を2枚入れてるわけはですね、まあ、やっぱり当然、ね、あのスタートの関係で、うん、これとどちらかを握っていれば、まあ 即最終形態までいけるので、うん、そういった意味では確かにある程度枚数があった方がいいんですけども、うん、でも、もう今回絞ったんですが、でもそれでもサイズ2だけはですね、やっぱり2枚になるとちょっとまずい点がいくつかあります、実は、はい、というのもですね、サイズにモンスターって実はあのコールした後の効果発動が、まあ、コール時にですね、うん、相手モンスター1体を破壊するっていう能力があるんですが、うん、実はここに対抗してですね、これを消されたりすると動きが止まるんですね。あ、はい、はいはい、ありますね、たまにヒーローワールドでもあるし、はい、なので、これが効果発動しますに対抗してじゃあこれ破壊しますって言われるとこれが戻ってくるのがターンエンド時なので、うん、まあ、エンド時で防御札が構えてればいいんですが、本当はこれになりたかったのにってターン、もしくはこれにならないと次のターンないんだけどっていうようなところでそれをやられてしまうと止まってしまうので、そうしたらあのそういうもう一枚みたいな、はい、保険的な意味でだったらその後にじゃあ遠流バーンを出し直すなり、もしくはこうストックさせたのをもう一枚使ってじゃあ戻した遠流バーンをもう一度コール効果を使ってなければその時に持ってくればいいですし、なるほど、まあ、仮に使っちゃってももう一枚ストックしてれば仮に一旦遅れても耐えれそうだよね。そうですね、はい、うん、まあ、そういった意味合いで2枚なんですね、まあ、一応2枚、はい、でサイトさんに至ってはまあこれはもう何でしょう、これを例えば邪魔何回もほど邪魔されてしまったら、うん、あのもう2ゲージ払ってるんでこっから多分もう一度これを出すというのはゲージ的に無理だと、うん、いうことでもう怒ったらそしたらもう防御に回ってこれで山に戻してまた連れてくる方にシフトした方がいいんじゃないかなと思ったんで、うん、結局1枚あればいいやということにしました、うんうん、はい、で、はい、そうですね、で、次がですね、あのこのデッキの防御の要 で、ね、でだから それでも守れるのかって話になってくるんですね、はい、そうですね、はい、攻めは強いんですよ、あの遠流版は、うん、でも、うん、守りがやっぱりドラゴンワールドなんで、うん、さほどね、特に今のこうカオスとか、まあ、でも攻めに関しても逆転ありきなんだよね、実はね、まあ、そうですね、やっぱり、うん、一番火力が出るのはやっぱりここなので、まあ、これを結局この貫通3点、うん、4回攻撃プラス、バーンダメージっていうので決めに行くので、うん、そう、まあ、これ2回攻撃だけど自身破壊して復活してそうですねっていうことができるから ね、はい、これ逆転でね、そうですね、自分で自身実際フィード上のカードを逆転残しておけば4回攻撃貫通マンなんだよね、まあ、そうですね、うん、そういうことができるので、うん、まあ、そういった意味のフィニッシュの火力としては非常に本当に必殺打球にあるというところなんですね、うんうん、はい、ただそういった意味で攻撃面ではすごいんですが、まあ、いかんせんじゃあ結局
これいくら手札に来てもですね、これがなければ絶対出せないんですよ、うん、じゃあこれどうやって引き当てるのっていうのはとにかく まずはドロー加速するというところなんですが、それでも引かないことはあると、うん、でじゃあその引かない間どうやって今のカオスとか、うん、雷帝とかレバンティンとか、うん、このむちゃくちゃな猛攻してくるデッキにどうやって1ターン2ターン奪わなきゃいけないのかってことを考えるとですね、やっぱり、グリトネアの力を借りるのが一番妥当なんですね、はい、グリトネア、はい、このモンスター天国モンスターなんですが、ゲージにお払ってコールし1枚デッキの上からソウルインします。でドロップのカード対抗で、対抗起動でドロップのカードを1枚デッキに戻すと相手フィールド上全ての攻守を2000下げて打撃力を全部マイナス1にします、うん、これ結構無理なんで、パワー低いテーマだと全然突破できないんですね。そうですね、実際はい、うん、これがあのやられて平気なのはせいぜい高打撃力を備えているワールドなら、まあ、ああなるほどね、無視してセンターセンター、はい、まあ1点下げられても大したことないやとか言えるようなんだったらいいんですけども、うんうん、こいつ自身も移動持ってるしね。そうですね、うん、はい、そういう時はセンター固めることもそうですね、だからこれは出したと移動してソウルガードをして守るなんてこともできます、うん、で地味に攻守が5000なので結構優秀なんですね。普通にだよね。で、はい、効果使えば2000下げるから、まあ、はい、8000ぐらいあるみたいな雰囲気なんだよね。そうですね、はい、実質サイズにで8000の守備力、ソウルガードもしつついってるようなもんなんで、うん、で挙句打撃も下げちゃいますから、うん、やってくる貫通のダメージも最小限でし、うん、しのげますし、はい、その後彼にいなくなってもその後やってくる攻撃も最小限のダメージだけで切り抜けることができると、うん、はい、まずこいつ単体だけでそれぐらいのスペックがあるとありますね。実際これがいるだけであのカオスの猛攻から 1ターン生き残るなんてことも結構ザラにあります。あ、それ1体だけで、はい、1枚でこれ1枚だけで生き残るなんてことも結構ザラにあります。本当、うん、はい、ええ、そうか、全体下げるからね。そうですね、うん、はい、確かにいけるかもな。そうなんです。でその後入れ替わり引っ替わり出てきたモンスターも対象になります、うん、全部下がっちゃうんで、その単中いるモンスター全てなフィールドにかかるからね、はい、うん、なので、これが、まあ、守備の要ですね、うん、でこの守備の要をですね、これ1枚で耐えるって相当いいな。そうですね、で、うん、この守備の要をですねどうやって連れてくるかって話なんですけども、うん、このデッキ今3枚しか入ってないように見えるんですが、うん、実はこれにアクセスするカードがですね、はい、デッキの中に、まあ、天国ですからね、はい、かなりあります、はい、これは天国使ってた人知ってるね。そうですね、まあ、天国ギミックなんで使ってる方はねもう説明不要かと思うんですけども、はい、許しの門フォーギブン、これはバッドのモンスターがいなくて、ドロップにカードがないときに手札を1枚デッキに戻すと使えるんですが、デッキから天国モンスター1体をコールコスト払ってコールするっていう効果なんですね。サージ機能があると、はい、まあ、ゼロにするのはまあ、こいつ自身が3枚戻してライフ回復の、ね、そうですね、はい、あります。なので、これ単体でゼロにするのって耐えやすい、ね、はい、例えば、まあ、あの何もない場面からこれを普通にこう、プレイするだけで、うん、もうあのバーガーモンスターいなくてドロップがゼロって条件満たしてますんで、うん、これですぐにグリトネアになれます、まあ、簡単みたいな、はい、で、もしこれがなくてもですね、うん、まあ、ちょっと前に出たカードでね、ヘブンズギフトっていうカードなんですけども、うん、これが2種類、効果があってですね、1つがデッキから天国の設置魔法か天国の武器1枚手札に加える、なるほど、か、うん、天国の武器が、まあ、あのもしくはこうドロップの数全部デッキに戻す、で、うん、これをゲージに置く、うん、でその時に場に天国の設置魔法があればワンドローがついてくるっていう魔法です。まあこれのサーチャーなんだな、まあ基本これのサーチもしくはこれのサーチです。あ、なるほど、はい、ドレアマーティンのサーチです。はい、そうか、ここに天国武器もあるんだ。そうですね、はい、で動きとしては、まあ、あのどっちかどちらかがあればあのグリトネアになれます、そのまま。そうだね、はい、これを引いてしまった場合はこれを打って門に変えて、でこれが今ドロップにあるんですけど、門の効果でデッキに戻しちゃえばゼロになりますので、はい、これでグリトネアにアクセスできます。はい、で運よくこれが2枚とかあるとすごいラッキーなんですけど、はい、フォーギブン打ってデッキからグリトネア連れてきて、でその後ですね、うん、あのこれであのワンドローするか、もしくはあのドレアマーティの武器に変えてですね、うん、あの払ったゲージのうち、今グリトネアで2ゲージ払って2枚落ちてますから、うん、うち1枚をゲージに変換できるんですね、うん、なるほどね、はい、うん、っていうこともできますので、何かとゲージは足りなくなるんだね、そういうことやんないと、はい、なので、うん、グリトネアが何しろ2ゲージもかかるもんで、そうだね、そうだね、はい、ゲージをかなり使ってしまうんですね。強いだけのことはあるね、ゲージにっていうのは、うん、はい、なんですが、結局あの次のターンすぐやられてしまったら、次にじゃちゃんと2ゲージ用意できるかって言うと、それはなんとも怪しいんですよ、うん、でそこであのドレアマーティーを絡めることによって、うん、ほぼ確実にグリトネアを毎ターンコールできます。なるほど、はい、
で1枚でも相当突破しづらいです。カオスでも止まるときがある。止まりますね。はい。はい、で、カオスでも止まる要因がですね、やっぱりこうドラゴンワールドって非常に優秀カードが多いんですが、あとはね、ドロー加速カード。あとはこれですね、ドロップが増えちゃったときにやる方法が、例えばこれですね、うん、天竜神明、うん。これで3枚戻して2ドローします。うん、まあ、普通にドローするだけ強いから、ね。まあ、ドローするだけ強いんですけど。戻す効果どうこうって話じゃない、はい、そうですね。なので、うん、例えばさっきのドレアマーティーから絡めていく。っていう前の話ですね。例えば、グリトネアを出した時に2ゲージ払いますのでドロップが2枚増えると。でこの時点でドロップが2枚なんで残った1ゲージを払ってこれで、1ゲージ落としてライフ1払うとドロップが3枚カードがありますのでこれで2ドローができちゃうんですよ、すでに。でこれがパラッと1枚ドロップに行くので次のグリトネアはこれを戻せばいいってことになるんですね、うん、これは戻して発動の、はい、なので、そのようにちょっとこう組み合わせを慣れていくと、うん、常にグリトネアがいるときはドロップを1枚だけ残しておくっていう動きをするのがおすすめです、うん、そうね、そしたら開始のターンでまた方義分効果でっていう動きになる、はい、ね、大量に落としときたいっていうのもあるんですけども、まあ、方義分がちょっと3点回復とかね、うん、魅力的なんですが、ただ、グリトネアをですね、使う以上はですね、ドロップは常に相手ターンに渡すときは1枚にしておきたいです、常に。それ以上あるとですね、うっかりカードがバラッとドロップに行って、うん、次のターンドロップが3枚を 大幅に超える5、6枚あったりとかすると、うん、もう出せないんですよ、グリトネアが、うん、なので常に1枚以下にしておいて、はい、で、グリトネアを使うってことをしたいですね、はいはい、でそうやって、まあ、安定してグリトネアとにかく出し続けることによって、うん、鉄壁の守備を引いてとにかくバーンが来るまで待つと、なるほど、はい、ってことになります、はいはいはい。であとはですね、ゲージとかライフの兼ね合いで、これがやっぱり優秀ですね、ドラゴサクシードですね、グリトネアがやられる瞬間にですね、グリトネアを最後のね、移動センターに移動した後にやられる間際に、これで自分で破壊します。そうするとそれだけで2ゲージとライフ2が来るので、はい、次のグリトネアになります、それだけで、はい、で瞬間的にライフ伸ばすのでこの辺でライフ1コストで払ってるんですが、まあ、その分も全部取り返せると、はい、っていうところもありますので、うん、はい、この辺も非常におすすめです、うん、あとドラゴサクシードはですね、やはりこの辺ととてもバーンとした相性がいいです、うん、はい、あ、破壊できるからね、はい、自分で破壊、はい、うん、自分で破壊できるので、うん、それぞれ破壊するだけで戻ってきて、うん、破壊やだから戻すとか言われた時に、うん、じゃあ対抗で破壊します、はい、そうですね、うん、じゃあドロップ送っときますというふうに言えますので、無罪で先鋭でつきますとかね、はい、そういう時もそうですね、自分から破壊できる、はい、自分から破壊してライフを2点伸ばすよっていうのができますね、うん、で地味に超勝ちなんで、でこれがですね、逆転使わないと自分でドロップに行かないっていうことになってしまうんですけども、うん、サクシードを握っていれば、うん、これでアタックし終わった後にサクシードで破壊するとサイズ3モンスターなんで、うん、ライフ2と3ゲージがやってきて、うん、でドロップ行ってくれるんですよ、うん、なるほど、で手札の、遠慮をすればまた戻ってくると、なるほど、はい、逆転を使わずに使わなくても12点打てるんだ、はい、使わなくても12点分が、ね、はい、火力で加速します、うん、はい、なので、その後逆転ってことも当然できるので、まあできるね、はい、なのでそういった意味ではあと状況に応じて、はい、選べるんですね、やっぱ逆転使った後も粘れるかもね、じゃあそうです、ね、使って万が一耐えられたとしても、そうですね、はい、これを絡めればそれ以降もこれを絡めることによって一応攻撃手は、うん、まあ、大体逆転した後に決まる、ね、まあ終わりますけど大体、はい、そうですね、うん、はい、で、はい、でなんですけども、さて、うん、そうするとライフとかゲージとかは基本的には結構維持できると、うん、なんですが結局ですね、いくら掘ってもやってこないのはこの遠慮バーなんですよ、うん、4枚しか入ってないからって、うん、まあ時々ね、バッと来てくれたりするんですけど、うん、本当に来ないときは来ないので、うん、来ない、ね、はい、来ないといくらグリトネアでもって、ね、そんなに長いターンはいくらでも耐えられないです、うん、いつかは突破されますやっぱり、うん、でやっぱりそうされないうちに一刻も早くバーンにつなげるためにですね、うん、とにかくドローしなくちゃいけないと、うん、でも天竜神明でも足りないと、この怪しいカードか、はい、で結局この怪しいカードを使わなくちゃいけなくなるっていうところなんですけど、これ、はい、こんなのどこで見つけたよ、ですね、これ銀だこすんです、去年ですね、銀だこ食べるともらえたっていう、うん、はい、カードなんですけども、うん、これいるんですよ、絶対いるんですよ、ね、さ、蒲田にさあるのよ、はい、銀だこは、めっちゃ大量に売りに来たからね、そうですね、おそらく銀だこの店員だと思うんだけど、そうですね、これ言っちゃっていい、まあ、まずいな、これ、まあ、そうですね、ちょっとあまりね、うん、ちょっとこう、はい、まあ、ごめん、今の言っちゃいけないことだった、ね、言っちゃった、そうですね、まあちょっとカットで
そう、まあ、そうですね。で、今となってはですね、もはやこう入手困難系のくせに、ドラゴンワールドのコンボカードなんで、まあ、いや、高いですね。買おうとすると。これ、配布時期って短かったりしないけど。短いですね。余ってるんですよ。はい。店舗で終了してしまうと、その期間限定しか配らないので、終わっちゃうと、あ、別にその後配ったりなんとかしてくれないので。で、店の人困っちゃうわけ。はい、そうですね。で、うち来るわけ。まあ、店にね、そうですね。だって、枚数が尋常じゃなかったから、絶対店員だなって思ったんだよ。なんかたこ焼き系のカード、ね、いや店員さんね、もったいないから、もうちょっとこう温めときゃすごい今高いのにとかこれそれでも高い、これそうですね、これ大体今、1枚そうですね、相場で1000円超えですね、マジで、はい、で1枚1000円超えの確かに売ってるとこ見ない、はい、1000円超えしてますね今、本当、はい、なので今手に入れようとすると結構お金がかかっちゃう。でもまあ俺これじゃなかったかな、なんか、ね、たこ焼き大好きが多く、あ、そうですね、これ3種類あるんですよ実は。あ、3種類あって、はい、3種類あって、で、うん、あのライフ回復したりとかゲージチャージしたりとかっていろいろあるんですけど、どうやったらもらえたの？それ3種類全部もらえたの？たこ焼きのこのセット、あの、うん、バリーファイトセットっていうのを買うと3枚セットでこうやってきたっていう、あ、もらえたんだ、はい、なるほどなるほど、なんですけども実際ゲームで使われてるのはこのドロー効果だって言ってます、うん、なるほど、だから他のあの他の2枚は安いです。あ、そっか。じゃあそれだけ持ってきたの。そうかもしれませんね。うん、他の2枚安いです。このドローだけやたらめたら高くて。じゃあごめん、店員じゃなかった。なるほど。じゃあ大丈夫か。多分店員じゃない。じゃあ逆にこう。でも尋常じゃなかったですね。ではあのこれ欲しかった。そういうことか、そういうことか。そうですね。はい。はい。すみません、話が。そうですね、でこれスリードローも、それスリードローですね、はい、で本当はメインフェーズに引きたいけどね、でもそうですね、だからライフにとゲージなんで、いや、うん、あのそれメインで打てるから、ね、例えばこうです、ね、あのタイムセールでもいいんじゃないかとかいろいろ思うんですけども、確かに確かに、ただですね、タイムセールと比べてちょっと1点落ちるのが、まあ、タイムセールはやっぱりこうドロー枚数が2枚っていうことが1点あって、これ3枚ドローなんですよね、うん、3ドローするんです、うん、まあ1枚多いね、はい、でゲージがですね、足んないことなんですよ、このデッキって、うん、あの見ての通りモンスターで動かしまくるので、意外とですね、うん、ゲージが結構ドライマーティでぐるぐる回ってないとゲージなくなっちゃうんですよね、うんうん、だから結構これ打つ余裕ってあんまないんですよ、あんまないの、はい、でなので本当引けなくて困ってると、はい、なので例えば、自分のサイズにモンスターを爆発させることによって2ゲージ稼ぎ出してからドローするとか、うん、要するにアタックフェーズ後に打ちたいんですよね、そうそういうの、はい、そうなんです、うん、あとは、アタックフェーズ後に、ゲージが2ゲージ増えるバッツインクと相性が良くて、うんうんうん、はい、あの3枚めくって2枚ゲージに行くので、これで2ゲージが、うん、あの行ってくれるので、これでまた3ドローができるっていう感じで、うん、兼ね合いで、うん、はい、なので、あともう一つが、あ、ここに今使ってるんですけども、サンダートラクトですね、はい、これ、武器サーチと、はい、デッキから雷帝君の武器持ってくるか、うん、ドロップにあるドラゴンワールドのモンスターか必殺技を手札に戻すっていうカードになります、うん、なので、まあ、これ4枚も入ってる理由はですね、これ武器1枚しかないんですけど、雷帝君の武器って、うん、はい、まあ、何したいかというと、これはむしろ、ね、ドロップに落っこったバーン拾いたいっていう、なるほど、でもう一回やってサーチ効果発動したいと、はい、そうですね、あの、まあ、要するにこうパラパラってゲージ払ってるといるんですよ、うん、絶対パラッとこう、もしくはグリトニアのソウルに入っちゃったとかいろいろあるんで、はい、その時にやっぱりドロップに行っちゃった、これをどうやって回収するかなって、やっぱこの辺が、ね、一見相性悪そうなんだけどね、はい、なので回収しなきゃいけない、そうですね、なので、はい、パラパラ行っちゃうのでアトラクトでこれ拾えばいいなっていう、でついでに、はい、必殺技なんで、これドラゴンワールドの、うん、これもその気になると拾えると、あ、なるほどね、そうなんです、回収もできる、なるほどね、はい、回収手段としても生きるのかこれだったら、はいはい、タイム制度と言ったっきりですけど、うん、これだと手札に戻ってくる可能性があるっていうところですね、はい、もう一回打てるかも、はい、で3ドローによってエベンデューバーが手札に加わること以上にですね、あのすごい恩恵なのがラウドボイスです、あ、確かに、はい、手札が3ドローもするとですね、あの捨てる手札に困らなくなります、うん、もうこれだけ突破するの大変なのに、さらにこれなので、ね、はい、そうですね、だで、うん、ラウドボイスはですね、グレトネアと相まって、あの相手の打撃力が大体ゼロになります、うん、はい、カオスから逃げ切る最大の理由はこれとこれの組み合わせです、なるほど、ね、はい、はい、でラウドボイスと相性がいいのが、やはりこのドン伯爵ですね、サイズゼロっていう意味合いのそのあるのと、それからこれあの捨てるとですね、ドロップでですね、メインフェーズ開始時にゲージ1払うと戻ってくるんですよね、うん、なのでボイスで捨てる当てとしてもいいですし、まあ、ゲージ1かかるけどね、そうですね、まあ、はい、ただゲージ1払うことによってそれでまた情報が1個分かるので、それも実は結構貴重なんですよね、うん、はい、天国は払いたいみたいな、はい、天国はゲージの中の情報を知りたいので結構、うん、ガンガン払っていきます、その関係で、うんうん、はい、あとはドン伯爵ってサイズ0なんで、最終的にはこれと一緒に並んで、まあ、3-0武器っていう動きだね、はい、3-0武器で並べて最後に全部発するとさらにダメージが挟むと、なるほどね、はい、うん、というためにね、いろいろちょっと1枚だけ入ってますけど、まあまあ覚悟なんで1枚しか入んないんですが、うん、はい、あとあれか、これだな、そうですね、防御手段として、そうですね、あとはまあグリトネアとこれですね、あとこれがうまく来た後にですね、グリトネアバーンとこの神雷騎士団の旗が並ぶと、うんうん、
かなりな防御力になりますね、うん、モンスターが移動するたびに2000、2000上がるので、うん、2回の移動によって4000上がることになります、これって結局これ握ってない時とかの選択肢かなで、割といや、実はですね、こっちの方が優先的でしょ、ゲーム。そうですね、うん、はい、デッキを回す上ではむしろ欲しいのはこっちです。こっちなんだよね、はい、ドレアマーティーの方が欲しいです。でもしこれがハンドになくて、はい、耐えれるか不安になったらこっちかもってみたいな、うん、まあ、それもあるんですけれども、陣内騎士団旗を入れてる理由はですね、結局ですね、実はもう一つの面もあるんですが、どちらかというと攻撃なんですよね。あ、攻撃の方か、はい、というのもですね、この陣内だった、このですね、遠流バーン の, 大の苦手な相手がいくつかいるんですよ、うんうん、例えばですね、アトラが苦手なんです。そう、攻撃も上げるからね、これね、はい、うん、アトラを相手にすると遠流バーンはというか破壊してもアトラに、まあ、破壊されないダメージ受けないというからね、はい、そうですね、だから爆発させてもノーダメージだし、効果を使っても誰も破壊されないしってことをやるので、うん、意外と押し切られちゃったりするんですね、向こうのロック系のバーン、うん、それこそバーンダメージで、うん、なのでそれに対してやっぱりこう短期で連携アタックじゃなくてアトラに対してどんどんアタックを仕掛けなくちゃいけないと、うん、ってことをしようと思ったときに、やっぱりこれをもってしてもせいぜいアトラに1回触るのが限界、うん、でしかも貫通も入りません、うん、で、挙句ですね、うん、そうですね、で挙句ですね、これ結局貫通、攻撃力もこれだけあるんですけれども、うん、例えば相手が攻撃してるのが、ね、アトラアダマントだったりすると、うん、反撃を食らって逃げ込むんですよ。そこで落ちる、はい、そこで落ちるんですよこれが、うん、はい、なので、結局ワンパンのみで終了ということにしかならなくなって、うん、もう勝ち目ゼロなんですね、そうなっちゃうと、うん、そこでですね、アトラが出てきた時は、騎士団旗を装備してグリトネアを出します、うん、そうするとグリトネアの効果でアトラの攻守が2000下がります。その後、はい、エヴァーンとグリトネアが移動することによってグリトネアのパワーが9000、9000に上がります。この21で殴ると、はい、そうですね、でそうするとアトラって1万1万の守備がだいたい今基本スペックなので、うん、それが8000、8000に落っこちて9000、9000で2回攻撃すると、反撃も食らわず一方的に攻撃できると。なるほどね、はい、殴る要因なの、殴るためなのか、どちらかっていうと、はい、守備はここでいいんだ、ね、そうです、守備はここさえあればまず倒れることはないです。死なないっていう、はい、まず倒れないです、はい、基本的には、はい、ですね、なるほど、そんなところですか。そうですね、あとは本当に何でしょうね、あとは遠流はまあこれは狩りですね、これ狩りの盾は理由は2つですね、先行取って一撃でダメージで落としてくるような相手が時々いるので、あ、まあ、2枚入れたところで感はあるけどね。そうですね、まあどちらかというとそれは指導目的ではなくてですね、うんうん、目的はこのカードのコストはデッキの上3枚をドロップに送るがコストです。あ、なるほど、まあ、要するにこう落としたいとなるほどね、はい、要するにこう探しに行ってるって感じですね。ダメージをダメージをカットしながらこれがパラッと落ちれば回収できると。なるほど、その他にもなんかキーカードを押してくれれば回収対象にはなるよっていうところですね。なるほど、実は地味に、はい、まあ、メインの動きではないけど、そうですね、まあおまけなので基本は引くんだね。引きます、とにかくドローですね。基本はドローだけど、これで押したらこれっていう動きがあるよってことか。はい、もうありえますよってところですね、はいはい、あとはチェスブレイクをやっぱり今どうしてもいるんで2枚入れますね。まあ確かに設置でなんとかするタイプのデッキはいっぱいあるからね、はい、そう結構いるんですよね。例えば接待ドラゴンワールドだから、はい、うん、まあそうですね、あとカオスだったらユグドラシル貼られちゃうとね、バーンの全破壊も効かなくなっちゃうんですけども、うんうん、メイン中にこれで剥がしてあげれば、まあそれで全部また効くようになるので、そのほかにもそうですね、例えばですね、シチエのイザナイっていう、こうダークネスの、レストさせるっていうカード、あとドロップからコールを許さないっていうカードがあるんですよ。あれ、はい、あれは刺さるな。そう、刺さっちゃうので、それやられるとこの辺復活しないので、うん、なのでどかさなくちゃいけないっていう。そうだね、はい、あ、そう、確かに、はい、そっか、そうなんです、うん、なるほどね、なのでチェスブレイクがないと、うん、ちょっとデッキが停止する可能性が出てくると。停止する、まあ、それ、はい、それにしてもこれで粘ってたりする、まあ、そうですね、粘っててちょっとバーンが回せないと思ったら、はい、この動きはできなくなっちゃうとか。そうですね、はい、なのでそうしたら、まあ、結構粘って、まあ、これ耐えながらこれ引くのか、はい、チェスブレイク待ってて、まあ、来たらじゃあコンボ開始っていう、そんな感じですね。なるほど、よくできてるな、はい、うん、っていうところですかね、はい、はい、でまあ、他の破壊されない場合には戻してダメージとか。そうですね、あれは対レバンって言います。普通にプッパーもない。そうですね、3回以上攻撃してるんだから、それはまあ、うん、もし生き残っちゃったらそれでっていうところですね、普通の、まあ、流れもあるってことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、まあなかなか強いっていうか相当強いんじゃないの。かなり強いです。まあ次のパックでね、また強化あるから、まあ、そうですね、現状カオスに勝ててるから、はい、まあカオスに勝てればとりあえずは目標達成かっていう。でもさ、次のでかい大会が4月末だったっけ。そうですね、だからそこで生きるかどうかは分からないよね。まあそうですね、現状カオスには勝てるよ、まあ、勝てますけどっていうところですね。まあ、はい、カオスには勝てます、とりあえず次のパック次第なんだよね、これが生きるかどうかはね。そうですね、結局のところね、はい。
チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと